ジオ。今日の動画に新しいゲストがいますよ。日本語で勉強している友達の名前は、ワイフェヨーちゃんですよ。よーみんな。ちょっと、はい、紹介してください。はい、かしこまりました。うん、じゃあ私はワイフェヨーです。20歳です。うん、アンナさんも同じの日本学校を勉強しています。あと、実は私はあんまり甘いものが好きじゃありませんけど、今日やってみましょう。いつも皆さん、今日私たちは、メキシコのワラファラの、有名で、美味しくて面白いお菓子を見せます。名前は、デラロサという。じゃあ皆さん始めましょう。大きいぞ。メキシコはもう可愛いキャラクターがあります。うん、そうそう、メキシコは明るいて可愛いキャラクターがあります。ウェルパリさん、何をしているの？はい、ウェルパリンドも見えます。ウェルパリンド？うん、ウェルパリンド。ウェルパリンドはね、メキシコのお菓子です。本当に嬉しいと思います。見せてお願い。おお、すごいな。これはスイカの味です。これチョコレートめちゃめちゃめちゃ大好き。ちょっと待ってよ。めっちゃ美味しい。チョコレート、僕の好きなチョコレートです。チョコレート？知っていません。知っていません。メキシコ人だけど、うん、分かります。店の中にデラロサのキャラクターがありますから、キャラクターと面白い写真を撮りますよ。チーズ。おい、早く。いや、これは何？ケーキの食材かな。うん、うん、ケーキの、そうです。ケーキの食材。食材、うん、そうです。ケーキの作りたいとき、うん、これを使うことができる。うん、そうそう。ここにお菓子を入れると、好きなお菓子の100グラムから買うことができますよ。大丈夫だよ。あれ？これは何？これは何？ワルプちゃん。これはピナッツ。ピナッツ？ピナッツ。ピナッツ。あ、わかった。ピナッツ。でも、ま、メキシコ？ここには西山。西山？うん。あと、日本のスタイルかな？日本のスタイル、西山。どの買いたい？あ？どの買いたい？これ。これ？マサパンの味。私は多分ウイパリーノのアイスクリーム。ウイパリーノのアイスクリーム。うん、そうそう。
皆さんただいま。今日たくさんお菓子買いました。そうやね、買えたお菓子をちょっと紹介します。でもいい、とてもいいんだから始めましょう。まずこの菓子の名前はマサパンというお菓子ですよ。次はこれ、あ、これはシャー、プルパリンドです。プルパリンド、プルパリンドは、プルパリンドの味は、桃の、桃と、チャモイ、チャモイというまあどっかな、伝統的な、いや伝統的なんじゃないよ、まあ美味しいソースです。このソースは酸と思います。これはマシュマロ、チョコレートとマシュマロと、これは何、それはなんだ、わからないけどスペイン語で、サルサモーラですよ。皆さん、日本語で何と言いますか。いや、最後は、いろいろなお菓子買いました。これは、なんだっけ、スルティディト。これはスルティディトです。スペイン語でスルティディトですよ。いや、皆さん、この菓子は、ちょっとルルガル、なんか開けるときに、大切なルールがあります。大切なルールがありますけど、開けるときに壊してはいけません。なんか壊してない人々はもっと良い生活があると思います。ラッキー。今から私たちはコンテストをします。コンテストをします。なんだっけ、僕は、実は僕はプロです。マサパン開けるときに始めましょう。始めましょう。もっとゆっくり開けてね。じゃあやばこれは難しい。難しくない。あー、これは最低。嘘でしょ。よくできました。あおっと嘘でしょ。まあがねがね、プロじゃないよ。私はめっちゃ上手ですよ。得意、ごめんね、得意。最低。私はとても得意。まあ、いやまあ今食べてませんか。お、いただきまーす。やっぱり最高です。味はどう、まあ、どうだったの。ちょっと甘い。私は、甘くないと思います。本当甘くないと思いますけど、美味しいですよ。まあこれはでも一日に、なんか一つだけ食べた方がいいと思います。一つだけ、まあ美味しいけど、ちょっと甘いと思います。甘くない、全然。じゃあ次お菓子は、プルパリンドです。どの味？プルパリン、このプルパリンドの味は、桃と、チャモイガル。桃とチャモイガル。桃とチャモイです。その食材、まあでも実はこのプルパリンドはいろいろな味があります。そうそう、スイカとかオリジナルとか、あとマンゴーもあります。これはちょっと違うけど、多分美味しい。まあこれ、実は食べたことない。
まだ食べたことがあるけど、うん、今日食べましょう。食べましょう。はい。じゃあ、いただきます。いただきます。うん、味はちょっと違うと思います。うん、なんかオリジナルは、先生さん。うん、そうそうそう、全然さんけど、全然じゃない。うん、これ美味しいと思います。うん、これも美味しいと思います、うん、なんか、私たちはメキシコにこのまの時、この菓子、買うことができました、うん、でも今メキシコの学校で子供は、先生買うことができません。そうですね、うんうん、あ、本当にこれはメキシコ人大好きと思います。大好き、なんかメキシコのお菓子はちょっと、辛くて甘い、ですが、ちょっと辛い、ちょっとだけ。まあ、僕はこのお菓子は、まあ、このお菓子は私、全然、辛いじゃありません。辛くない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 だと思います。辛くないだと思います。うん、私もそう思います。そうだよね。うん、じゃあ次は。マシュマロ。マシュマロ。マシュマロのお菓子ですよ。食べたい、食べたい。実は私はチョコレートが大好きだから、ガムコの菓子は美味しい。食べたことがあるけど、美味しい。美味しそう。え?食べたことない。やっぱこれは甘いかな。まあやっぱ。いただきます。少し甘い。やっぱ甘っ。やーばっ。やっ。パルプちゃん。なんだっけ。これも甘っ。やばいよ。や。甘くない。まあ実はチョコレートが好きですけど、苦いチョコレート大好き。どこのお菓子は。味はなんか、なんかチョコレート、チョコレートの味じゃない、と思います。まあチョコレートですけど、甘、本当にやば、いやこれ無理、無理無理。今から私たちはスルティリット。スルティリットです。スルティリット食べて、なんか日本のお菓子、とメキシコのお菓子、どちらが好きですか。メキシコのお菓子と日本のお菓子か、どうかな。まあ、私は実は抹茶大好きです、抹茶は抹茶の味は苦いと思います。だから大好きです。本当に大好き。これはチョコレートと、いちご、なんかチョコレートの中にいちごがある。え、本当？うん、
うん、見て。うん、これはとてもとてもうまいと思います。僕も食べたい、うん、とても食べない方がいい。甘いですか？食べない、そう、とても。え、本当？うん、とても甘いと思います。いただきます。うん、気をつけてね。気をつけてね。とても、うん、いや、うん、無理だ。食べてはいけませんな。うん、やば。次、うん、それはなんだっけ。ポルパリーノのボール。ポルパリーノのボール、なんだっけ。ポルパリーノのボール、これもポルパリーノ。あ、それも。それも。あ、これは、まあ、同じ。たまりの、同じ。たまりの。でもこれは、うん、硬い。硬い。とても硬い。あ、いや、全然。なんか、まあ、中のお菓子、これは何？あ、タマリンドだ。あ、タマリンドだ。ちょっと違う。ちょっと違う。見せて。皆さん、最後は、日本語の日本語のペナッツかな。なんかこれは面白いです。うん、これは面白い歴史がある。なんか面白い歴史、時々歴史、うん、時々メキシコ人は、これは日本語のものけど、日本語のピナッツと思いました。うん、と思いましたけど、これはメキシコ、メキシコのもの、メキシコのものです。うん、なんかメキシコ人は作りました。うん、うん、メキシコでは作りましょう。でも、うん、でも時々人々は、これは日本語のもの、うん、そうそうそう、まあメキシコ人、これを買ったら、うん、ああ、これは日本のピーナッツです、うん、みたいな感じですね。うん、でも先生、日本のものこれは全然日本物です。全然、全然。皆さん、ここまでメキシコの菓子どうでしたか？メキシコ の紹介どうでしたか？コメント書いてください。まあ、コメントで、うん、コメントで書いてください。うん、お願いします。皆さん、メキシコへ行くときにぜひ、いろいろなメキシコのお菓子を食べてください。そうだね、まあ、うん、日本人やっぱり甘いものを大好きだ、大好きだと思います。うん、だからメキシコのお菓子は本当に好きだと思います。好きと思います。ですね、好きになります。好きになります。うん、多分好きになりますと思います。そう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 、好きになる。好きになると思います。やばいよ。やばいよ。これはこのビデオを作っては難しいと思います。本当に本当にやっぱり難しい。今日のビデオでしたか？難しかった？ああ、難しかった。でも、そうそうそう、とても面白い。うん、面白かった、面白かった。今日はアルフレッド、ラペちゃん、今日本当にありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございました。楽しかった。楽しかった。いや、皆さん、次の動画に見ましょう。やーねー。バイビー。